はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。明日今日23日ですか、明日12月24日ですね。毎年ね、我が家はね、12月24日にはね、なんか知らんけど、チキンのね、なんですか、あれ、こう焼いたやつ、照り焼きにしたやつですか、食べてね、ほいでね、なんかシャンパン開けてね、ほいで、まああれですね、オードブルみたいに食べて、その後でね、ケーキ食べるんです。買うてきて、ケーキ売ってますでしょ、今日明日ね。でなんでそんなことをするかと言いますとね、我が家の平成時代からの、ね、習慣なんですけどね。平成時代はね、あのね、天皇陛下お誕生日、高野祭なんですよ。お誕生日23日でしょ。だからね、その翌日にね、まああの23日、今日はね、もう陛下様、今は上皇陛下ですね。もういつもいつもありがとうございますって。国民のために祈っていただいてありがとうございますっていう感謝の心でいっぱいになるんでね、あのその感謝の気持ちを大切に健やかに過ごすっていうのが23日でございます。で24日に感謝の気持ちを込めてお祝いをすると。そのためになんか知らんけどチキン食べるんですね。チキン食べて、それであれです、あのケーキも食べて、もう今年からはもう天皇陛下ではなくて上皇陛下様って、ありがとうございました、あなたのおかげで日本国民は30年の間、ね、健やかに、まあ、いろんな災害もありましたけども、災害があればね、陛下が駆けつけてくださってね、被害に遭われた方にお声掛けくださってですね、お励ましくださって、国民はね、どれだけね、その上皇陛下ご夫妻の励ましの心をね、いや、なんていうか元気づけられたか分かりませんよね、ほんまにね。いや、東日本の時もそうでしたやん。なんかすぐにね、会見くださってですね、被災者の方と寄り添っていきたいとおっしゃっていただいてですね、いやいや素晴らしかったですね。あの三宅島かなんかの噴火の時もありましたね。どう言いましょうね、三宅島の村長はですね、全村避難とかして、全部の住民が本土へ避難してくるわけですよ。で、三宅島の町長かなんかが一生懸命走り回ってですね、住民のためにって頑張ってるんやけども、何年かだったら、2年か3年だったら天皇陛下がやってこう皆さんにお見舞いに来たらね、もう全くね、みんな大感激らしいですね、陛下が来られたっていう。でそれで町長がぼやいてましたけど、俺3年一生懸命やってきたけど天皇陛下1日には絶対かなわへんわって、当たり前やろそれはって、我々ね、大和民族のまさに象徴でございますからね、その天皇陛下というものは。だからそのね、今は上皇様になられて、金城陛下がいらっしゃってですね、金城陛下のお誕生日もちゃんとお祝いしなあかんなんですけども、平成のね、今の上皇陛下のお誕生日は、なぜかですね、翌日に我々日本国民はね、日本国中で盛大にお祝いしてますよ、なんか知らんけど、一斉にその日にね、やっぱりケーキもいっぱい売り出されますしね、スーパーでは、なんやこう、ちょっと知らん言葉書いてありますけど、あれですね、なんか、どっか外国のね、お祝いとちょっと若干重なってるらしいですけども、まあ、そんなんええですやん。でも我々はね、この12月24日というのはね、陛下が健やかに、ね、お過ごしくださってですね、日本国民を励ましてくださってですね、日本国民の象徴としてですね、笑顔をね、振りまいてくださって、お言葉をいただいて、その感謝をする、無事のお誕生日を迎えていただいた、その翌日にですね、そのお誕生日の、を迎えていただいたことをですね、喜ぶという日がですね、12月24日ではないんかなというふうに私は思っておりましてですね、平成の何年頃からでしょうかね、10年頃からでしょうかね、我が家の習慣になりましてですね、ずっとですね、その日はなぜかチキンの料理を食べて、他にもいっぱい食べるんですよ。でケーキを買ってきて、切ってですね、当時はですね、去年まではですね、天皇陛下お誕生日高野祭おめでとうっつって、
シャンペンでペーって乾杯して、それでその日は楽しく過ごすという習慣を続けてまいりました。それでね、去年やったかな、なんかあれですわ、ちょっとね、ヨーロッパに親戚ができそうなんでね、そこに行って、で向こうの人と話をしてたんですけど、で、あなたのところは12月24日は天皇陛下高野祭でお祝いしてるんでしょとか言われて、あ、そうですっつって、うちたちは、僕たちはちょっと違うんだけど、あ、そうらしいですねとかって、まあでもお互いに12月24日はお祝いしましょうねっつって、ね、そういう会話を交わしましたけど、お互いニヤニヤしましたけどねまあそういうことでございましてね、国民の皆さん、これを聞いてる国民の皆さんは非常に少ないとは思いますけども、明日はですね、上皇陛下お誕生日高野祭として皆さんね、お祝いをぜひ盛大にしていただきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。